おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は10月の30日水曜日お題がこちら。 危険なサイン、トランプトレード、再加熱ということで見ていきたいと思います。危険なサインっていうのはあくまでもこの銘柄によるえこのサインが気になったなというところなんですが、これトランプメディアテクノロジーめちゃくちゃ上がってるんですよね。ちょっと加熱感もあるし、ローソク足的にもちょっと危険だなというふうに思いまして、このタイトルにしてみましたが、まあ、じっくりね、どういう状況かっていうのを見ていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず毎朝 朝7時目標で更新をしておりますなるべく耳で聞いても分かるような形でなるべく分かりやすい言葉を使って解説を続けていきます毎朝7時更新の毎日チャート分析チャンネルチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたしますそれでは早速昨日の振り返りを見ていきましょうまず日本株なんですが3指数揃って続伸となりました非常に強い展開が続いております 日経金株価は高値引き、値上がり銘柄数も非常に多い主力株中心に上がっていて決算銘柄等では下がる銘柄もありますけども非常に上がっていく機運の強いような状況が続いております。 値上がりトップは銀行業ということでアメリカの長期金利上昇アメリカの銀行株上昇その辺は、ね、ポジティブなのかなというふうに思っておりますアメリカ株チェックしていきましょうダウのみがマイナスでナスダック中心に上げているということがわかりますただ欧州株結構マイナスが目立ちますし業種別のヒートマップ見るとこちらもマイナスが多いんですよね ただ、やっぱりコンピューター、コミュニケーション、情報技術といったハイテク株中心に上がってますということが今日の特徴なのかなというふうに思っております。で、半導体株も非常に強いですよね。ソックス指数も2%を超える上昇となっておりますし、日経先物も,もまたプラスを示していて、3万9000円超えてきそうだという感じになっております。為替ドレー153円の43銭、原油が67.27。 BIX19.22、長期金利は4.280変わらず、ラセル2000はマイナスという感じになっております。また今朝の暗号資産、こちらもかなり堅調に動いております。 それでは見ていきましょう。ナスダック続伸、トランプトレードが過熱、危険なサインとはということで話をしていきたいと思います。まずはいつも通りなんですが、アメリカ株が始まった後の日経新聞を確認させてください。ダウが反落で始まった理由は、長期金利の上昇が主にということでした。えー、長期金利上げる場面もありつつ下げる場面もあるみたいな形なので、後ほどもうちょっと見ていきたいなというふうに思っております。そして大統領選挙において、トランプ前大統領が勝利するとの見方が強まっております。 そこから物価上昇や財政赤字の拡大を見込んだ債券売りにつながっているということですね債券が売られる価格が下がる金利は上昇するという流れになっております 経済指標を確認していきましょう。今日、いくつか経済指標の発表ありますけれども、重要ところでいくと、ジョルツの求人件数、予想を下回りまして、また、消費者信頼関心数、こちらは予想を大きく上回りましたという形になっております。23時の反応、株価は上に、ドル円は下に反応しております。いくつかニュース見ていきたいと思います。まず、ジョルツの求人件数なんですが、21年1月以来の低水準でレイオフ増加ということでございます。ただこのの辺は労働市場の減速と整合する 内容ということでしたので、そんなに問題視されているようには思いませんでした。逆にアメリカの消費者信頼感指数が非常に強かったということですね。すべての予想を上回るということで、まあ、この辺は強さは目立つんですけども、ただ過去の水準と比べると、まあ、まだまだ行き過ぎたっていう感じではないかなというふうには思います。ただこのように消費者信頼感指数が強かったことによって でまあ、利下げに対して少し正当性が増したのか23時から金利は少し低下するこれ2年金利なんで政策金利に連動する方ですけども少し低下傾向にあったのかなというふうには思いますその結果23時以降ダウもナスダックも日経先物も,も上がりながら円高が進行するみたいな感じになったんですがダウはその後でね伸び悩んだという形になりますただナスダックに関しましてはそのまま堅調に。 動いているということになっているし、日経先物も,もそれについていってるっていう感じだったんですね。だからナスタック特有の材料って何かあるのかなというふうに思ったんですよ。で、売買代金見てみたっていう形ですね。そしたら、まあ、目立っていたのはトランプメディアテクノロジーなんですけども、まあ、この銘柄がナスタック100とかに影響を与えているってことではないとは思うんですが、ただトランプトレードとしてアメリカ第一主義みたいなものが まあ、ハイテク株中心に上げている要因の一つにはなり得るのかなというふうには思いましたそこで、まあ、トランプメディアテクノロジーの冷やしチャートを見てみたらまあ、すごいことになってますよね軽く1ヶ月ぐらいで多分4倍5倍ぐらいまで上がっているのでちょっと行き過ぎ感あるかなと下の RSI 加熱感を示す指標で84.88まあ、これは確実に加熱してるよなとそして今日つけたロウソク足が若干異なるかもしれないですけど空らかさみたいに見えるんですよね空かさっていうのが実 実際の小さい下ひげの長い陰線のことなので上位に出れば天井暗示となってますが、まあ、これが崩れたらどうなるんでしょうね指数への影響そんなにないような気はするんですけどもでもトランプメディアってついてるだけにちょっと波乱用意になり得るかなとかあとは大統領選挙自体もここまで一方的に織り込まれても実際に出てみないとわからないところはあるのでそこは注意して見ておかなければいけないかなというふうに思いました。 ただ、暗号資産は今日はトランプトレードの一つなんじゃないかなというふうに思います。暗号資産に対して今はねかなりこうポジティブな発言をよく繰り返しています。ですから、まあ、ビットコインも、ね、このように上昇が続いていてもうこれも最高値更新間近というところまで来ていますよね。これは影響あるんじゃないかなというふうに思います。で、このローソク足は別に危険というわけではないですね。で、これらがまあ日本株にとっても決してネガティブではないだろうなというふうには思います。アメリカのハイテク株が,上がると トランプさんが当選すること自体もそんなに今のところネガティブに日本株が捉えるという印象はないかなというふうに思いますただやはり与党が過半数割れでネガティブなイメージもある中での続伸ちょっと違和感あるし先物も,もまた上昇しているということなんですけども何で上がってるかっていうのを昨日の5倍よりの日経新聞確認取ってみたいなというふうに思いましたハイテク株比率の高いナスダック総合指数が一本調子で上がっていて米国株に比べて割安感 がああるってていうことが書いてありますまた、決算の期待もあるということですね。で、昨日は全場、立ち合い以外で国内外の大口投資家がバスケット取引していたというところもあるので、まあ、この辺の動きは結構活発化してきてるんだろうなっていうふうに思いました。で、決算期待ということで割安ということもありますから、やっぱそこは PER を確認したいと。で、日経平均株価の6ヶ月間の PER を調べてみたんですね。そしたら大体上が17.5倍これは 最高値つけた時ののの一瞬のもでのですす下が13倍で帯を作っってていいいるという形になっていますただ足元ではこの緑の線注目してみていただきたいんですがこの辺でね3回ぐらい4回ぐらい止められているんですよねだいたいやっぱ16倍に近づいてくると一旦調整が入るかなといったところなんですけどもそれも EPS 成長とかあとは日本の景気とかそういったものにも連動してくると思いますので16倍を超えてくるかは注目をしておいてください ないとしても EPS が成長すれば株価水準もうちょっとグッと上がるのでやはり決算発表において EPS がどれだけ成長してくるのか今のところそんなに変わってはいないですけどもね、えー、ですがここから決算ラッシュが続きますので EPS 成長率みたいな 修正が入って上振れしていって EPS が増えてその分だけ株価が同じ15倍16倍ぐらいの水準でも上がっていくっていう状態が、まあ、期待されているのかなというふうには思っていますがどんな感じになるのかしっかりと見ていきましょうで日経先物が326円のプラスになっていて3万9000円を示すとなると一目均公表で基準線も超えてくるということになりますので、まあ、それこそ本当に4万円を目指すような展開になってきてはいるということですねで決算ラッシュと 大統領選挙 FOMC 日銀会合この辺を超えてこの水準を維持できるのかさらに上を目指せるのか、えー、そういう状況を見えてくるのかなという風に思っておりますなかなか急展開においてついていくのが難しい相場にはなってきてるとは思うんですけども起こっていることを事実を把握してしっかりとね修正していきたいなという風うに思っておりますでは今日の動画のまとめです米株まちまち長期金利上昇が重にでダウは下落も消費者信頼関数などで NASDAQ は続進という形になりましたで、ね、売買代金 ランキンキグを調べていたらトランプメディアテクノロジーが大幅に上昇していたっていうのが、まあ、一番目立っていたことではあったんですねただ明らかに過熱感があって上位でからかさを形成しているのでトランプメディアテクノロジーが一時的に大きく下がるみたいなことはあり得るなというふうに感じましたそこはちょっと危険性を感じたんですねでトランプトレードによってハイテク株や暗号資産にも買いが波及していることはポジティブでもあるネガティブじゃないっていうところではあると思うんですけども ただ、まあ、これも行き過ぎれば調整は入るだろうなっていうふうに感じています。で、日経平均続進理由が、米株よりも割安、決算期待が持たれている、国内外大口投資家のバスケット取引みたいな活発化の動きは、なんかやっぱマーケットを動かす要因にはなってるだろうなというふうに思います。ただ、今のところ EPS、一株益に変化はない。 PER は16倍がを大きく超えてくるイメージが今持てるかと言われると、まあ、与党か半数割れとかそういう影響もあってなんかそんなすぐには持てないけどもただ EPS さえ上がれば問題ないということになりますで先物はさらに上昇しているということになりますので、まあ、その変化をしっかりと追っていきたいという形でございましたでは指数のチャート分析冷やしの一目均衡表と r s さえを使って見ていきたいと思います では、終わりには確認していきましょう。高安まちまちは変わらないんですが、最後に少し失速した感ありますかね。ナスタックも1%未満、S&P500 も0.16%の上昇にとどまったという形になりました。日経先物も,も281円、さっき見た時よりも100円ぐらい低くなってますね。ラッセルは下落のまま、ソックスはね、むしろ上で伸ばして終わってるぐらいな感じですかね。2.31%の上昇です。では、指数のチャートを見ていきたいと思うんですけども、まず日経平均株価ですね。昨日も要線をつけました。高値引けです。非常に強 い,いですよねで先のプラスですから、まあ、今日も要線期待してもいいのかなというふうには思うんですけどもただ短期的にここまで大きくまた戻してきたことによるどの辺で、ね、均衡点を迎えるのかというのは注目しておきたいですねで今日のところは基準線を超えてくるかどうかというのが、ね、最大の注目ポイントになるかなと思いますでトピックスに関しましては基準線がすでに超えていますので、まあ、さらに続進になるかというところですねで今後は RSA50 もも超えてますししコスパン割れなかったし基準線も超えて ので基準線の上で推移ができるかというところが注目ポイントになってくるかと思いますグロス250指数なんですが要線2本つけまして結構この2日間でもう5%以上上がってますからね結構戻してきたなという印象はあります転換線も超えていて雲の上の方に基準線がありますので、まあ、基準線を超えてくるか RSI50 を超えるかこの辺が注目ポイントになってくると思いますニューヨークダウンに関しましてはこれでもやっぱちょっと心配かなというふうには思いますねままた線線をつけてしまってしっ基準線や チャネルのセンンターライにに抵抗していいるように見えなななくもないかなと思います。RSM は50以下ですし、地刻スパンと株価、結構同水準にあるので、また下がってしまうと割れる売りサインが出るということにもなりかねませんね。サントピー500は堅調に見えます。大阪市要線をつけまして、転換線の上を維持し、まあ、あの悪くはない位置にいると思います。最高値は届いてないですけども、最高値に十分狙える位置にいるという形ですね。ではは、今日 間違いなく最高値更新しているわけですからここは非常にポジティブですよね。ここがやっぱ日本株にとってもポジティブな部分の一つの要因になっていると思います。最後、ラッセル2000。ラッセル2000に関しましては、転換石重制の間ですね、昨日転換席を超えていたのでそれだけ考えますと、ネガティブな方向にこう触れてしまったことにはなりますが。 まあそんな弱くはないかなという印象を持っております。ダウの方がなんか弱いなっていう印象はありますね。はい。ということで今日は、まあ、トランプメディアテクノロジーのちょっと大幅上昇、短期的な上昇、そしてロウソク足や加熱感、ここには少し懸念点を持ちましたけども、基本的にやっぱりそ,のそれが今のところ指数にとってもポジティブな方向には効いているんだろうなというふうには思います。まあ何事にも行き過ぎた取引にはね、調整は警戒して持っておいた方がいいかなっていうところと、相変わらずまだビッグイベントを控えている状態ですので、 では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄のとこ男と分析するマガジンですが、毎週金曜日を一つ目安にしておりますので、もしよろしければぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。月額800円、月額900円、初月は無料。概要欄のノートの URL がございますので、ぜひ一度目をの、 ぜひ一度覗いてみてくださいね。よろしくお願いします。では今日もこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンと、また明日以降もこのような形で朝7時目標頑張って更新していきますので、明日も聞いていただける方はぜひ毎日チャート分析チャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。